サイクル TV をご覧の皆さん、こんにちは。特派員の本田萌と申します。今日私は、日本海マデーサーキットに来ております。日本海マデサーキットはその名前の通り日本海に面しているサーキットコースで、全長2キロぐらいで、2輪とか4輪のレースが主に開催されている場所になります。今日はですね、ここで、4時間の自転車の耐久レースが行われるということで、それに参加するために来ました。またその様子をレポートしますので楽しみにしてね。今日一緒に走るメンバーを紹介します。今日は、2人チームで走ります。チーム名はサンセットエンジェルスです。私萌マグロとサオリンです。2人で走るので、はい、頑張ります。頑張ります。今日はあいにくの雨なんですけれども、今日の目標はズバリ楽しんで走るぞ。さあ、ちょっとさっきまで土砂降りだったんですけど、ちょっと雨が和らいだので、これからちょっと思想に行っていきたいと思います。マデサーキットは全長2キロのコースで、実はアップダウンしかないです。で、前半が結構勾配が 8% ぐらいあるような上り で後半が、ちょっとテクニカルなコーナーを含む下りっていう構成になってます。ちょっと一周走ってみたいと思います。まずここがホームストレートです。
りました。びしょ濡れです。これからあと5分ぐらいしたらスタートになるので、私は第1走なので並んでいきたいと思います。頑張ってきます。投稿中のトラブルがあって、パンクとバイクが壊れたかとかっていう人は、自転車をそのまま降りて歩いて帰ってくるか、自転車を走って行くまで戻る。今スタート地点で整列してます。これから走ってきますので頑張ってきます。すごい雨なんですけども、途中で雨がひどくなったり、コンディションが悪化した場合、一時、レースを中断することがあります。その際、その前こちらマースは待って5秒前安全に頑張っていらっしゃい。2回目の休憩です。1回目1時間15分ぐらい走って、ちょっとそれでもバテたんで、2回目は45分ぐらいにさせてもらいました。で、だいぶお腹が減ってきたので、しっかり補給を取りたいと思います。2回目の補給はこれにします。ゴモクルッコア。多分あと1回ぐらい走ることになると思うんで、しっかり食べておきたいと思います。多分氷の横に置いてたんで、だいぶ冷え固まってますけど美味しいです。じゃあしっかり休んで次また走ります。残り40分ぐらいになりました。あと10分間、サオちゃんが走ってくれて、最後の30分を任されましたので、頑張って走りたいと思います。もうだいぶ足が終わってて、まあ、30分だったらなんとか走りきれるかなって感じなんですけど、最後まで全力で、まあ、頑張って楽しみたいと思います。ありがとうございます。はい、頑張って。じゃあ最後まで。止まると死にます。萌えマグロ。終わりました。終わりました。頑張ったよ。友情出演です。どうでした今日は。めっちゃ疲れた。なんか、4時間の遠流路だったんですけど、ほとんど土砂降りの雨で、結構落車とかも多くて、すごい気使ったんですけど、
でも結構雨のレース好きなんで楽しめました。涼しかった。あ、涼しかったね。よかった。さおちゃんはどうでした？すごく楽しかったです。もうあそこまで濡れたらどうでもいい。まあ、どうでもいい。楽しい。いっぱい汗かいたと思えばみたいな。楽しかったよ。楽しかった。頑張ったよ。頑張った。今回は、おいちゃんがいっぱい走ってくれたから、いい結果になったと思います。なんかいっぱい走らざるを得なかったというか、なんか本当は3人であのエントリーしてたんですけど、1人ちょっと体調不良になっちゃって、あの急遽2人で走ることになったんで、ちょっとこの炎天下、まあ、今日は土砂降りだったんですけど、の中ちょっと2時間ずつ走るっていうのは結構大変だったんですけど、まあ楽しかった。楽しかった。楽しかった。表彰に呼ばれたので行ってきまーす。はい、エンジョイレディースクラス1位から3位までの表彰となります。おめでとうございます。